んにちは。こんにちは。どうも、エルザです。それでは、ホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さて、前回ボスを倒したんだけど、なんか、魔物を操る術をゲットしたとか言ってたんで、早速試しましょう。機械を見つけて、この装置を試してみないと。試しちゃいましょう。ねえ、その前に、久しぶりのセーブをしたい。はい、セーブ完了。試すったってどう試すんだろうね。お、商人。これロープキャスターがいいよね。あ、で、青色がレアなんだ。ああ。じゃあロープキャスターとりあえずゲットしといて、やっぱね、捕まえれるっていうのは強いだろうから。癒し。隠密。シャードが200あれば作れるわけだね。とりあえず。巻きつけるだね。あとは、スキルが7 めちゃくちゃついたな。あー、これいいね。バランス A も別にいいかな。狩人の心眼は、まあ、ジャンプのするタイミングさえちゃんとすれば。この回避が長くなるのはちょっと大事かもね。ヘビーリフター、キャラ、クリティカル、攻撃精度、このあたりは、まあ、いっかって感じだね。ルアーコール、近い敵を武器をする。これゲットしとこうか。ルアーコールは使えそう。2倍。あー、いいね。買いたいし。乗り物に乗りながら。あー、1だね。あと、なるほど、オーバーライド、そういうことね。よし、行こう。まあ、多少ね、下準備はできたんで。姉さんよ、オラーラよ。ん？声したけど？橋渡った先で、あれ？左側の方か。ねえ、そこにいるの？あ、上。登れないし。びっくりマークは、サブイベ的な感じかな？
おお。手を貸そうか。あなた試練で生き残った人ね。ええ、助かるわ。10年前に弟が追放されたの。でも刑期が終わったというのに帰ってこない。野営地は空で血まみれだったわ。へえ、血だらけ。野営地が血まみれだったって言ったか。義勇団が探しに行って見つけたのよ。もしものことがあったらと思って。本当に死んでしまった？それとも怪我をした？苦しんでいるの？助けがいるの？何もわからなくて耐えられない。目が見えない感じだね。弟の罪。なぜ弟は追放された？ブロムは普通と違ってて変わり者なの。一人乱暴なカリウトがいて、いつもいじめられてた。私は出かけていて、カリウトがいつも通り弟にちょっかいを。でもあの子石で反撃して相手の頭を割ったの。魂に言われたって弟は言ってた。忘れられし者よ。それで10年の罪に一人きりにしなきゃよかったわ。そういうことね。忘れられし者。忘れられし者って？大いなる母が悔いぬ冒涜者を呪い、記憶から永遠に消し去るの。その迷える魂が忘れられし者。ブロムは彼らが囁いて指図したと言ってた。それが重荷になっていたのに、私にはどうすることもできなかった。じゃあ探しましょう。私が弟さんを探してみる。本当に？一緒に行くわ。邪魔はしない。身を潜めるのは得意なの。一人の方が早いよ。ならしょうがないわね。とにかく弟を探して。んー、じゃあね、サイドクエスト忘れ去らしてし、あやえちにね。あ、回収できないとかあるんだ。必要になることがあるかもな。ニワトリさんどこ消えた？全然削れねえ。やればまだマシにできるか。強すぎんだよな。ちょっと待った、機材の壊しょうはさ、機材の壊しょう
資源じゃないの？いやもう30でいっぱいいっぱいってことか。そしたら、ああ買取系なんだこの辺りは。ああじゃあある程度いっぱいになったらちゃんと売るの大事だね。倒すだけちょっと無駄になるもんね。役に立つそう。さあさあさあ、まあとりあえず試しに倒したところで移動していきますか。ステルスキルは強いね。めちゃくちゃ楽になるもん。この距離キル、あいいね。結婚だけで死体なし。何かありそうだな。さあ調べてみると、逃げたのかか、恨みを買ってというのもありえるね。さあ追いかけよう。誰のナイフだ。これで誰かがブロムを襲ったのか。さらに血痕がここから離れてく。あーなんか音するね。襲われたか、もしかして。あれはバケツ。誰かが血を持ち込んだのか。血痕はここで途切れてる。でも他にも痕跡を残しているはず。でもなんでこんなわざわざ血を。あ、戻ってきたね、こっち側ね。さあぐるーっと回って、使えそう。機械の壊しょう。この壊しょうをさ、あーブレイズか。
ダブって二重にやってるやつはって感じだね。うい。なんで。これでオッケーかな。意外と探すの大変だね。あれ戻ってきた。ついでに売ろう。売却。シャードとの交換にしか使わない。シャードアイテム制作で使うね。はい、シャード。あ、選択できる。あ、これいいね。シャード、これもシャード。レンズ、制作は残して、ここら辺になると、そうね、制作するものはね、ほんで、持ちが今600。資源ね。200個手に入るってことか。で、ウォッチャーのレンズとかを持ってると、あー、交換4ってそういうことね。了解。ん？あれ？あっちか。どうもおかしいな。野営地の血痕はこのイノシシのものかも。ブロムの仕業なら、どうして死んだと思わせたいんだろう。それになぜ祭壇を汚す。さあ、ハイライト。まあ、さらに行く。お姉さんを解放したいのか、お姉さんが嫌なのか。スクラッパーは何をしてるんだ。これはやばいね。えい、ほら落ち着いて。スクラッパー倒したい。もう見るからにめんどくさそう。いいね、その感じ。意外歯を動かすのね。18ダメージコイル、いいのが出た。ウォッチャーだった。ブロムならば槍の腕はいいみたいだな。で、さらに置く。意外とどこそこ行くんだね。
んで集めておこう。これか。上？補給品を盗んだのか。でも足跡に関するものが出てこない。どうしたどうした、なぜ。ずっと異端者だったブロムが今さら食べ物と装備を盗むか。痕跡をたどるって言っても、からだよね。あ、出た出た、やーっと出た、やーっと出た、消えた消えた、よし。いや、操作大変。あー、そんなダメージ食らうの。食うしかない。隠し場所にあった補給品、手に入れたんだったらなぜ捨てていった。結構ぐるぐるしてるね、この辺りね。あれ、戻ってきてんじゃない。曲が聴いたー。いやー、ちょいちょいね。死んでやる。彼女を傷つけるなら死ぬぞ。体力っていうか、あれ、上上、行かないの。行かんのか。これ以上、聞かない。約束するまで。本当だ、死んでやる。彼女を傷つけるなら死ぬぞ。君は、魂じゃない。何の用だ。ブロム、とりあえずそこから離れて。嫌だ、ほっといてくれ。音飛んじゃった叫ばなくていいよ、近くに来て。気をしっかり。辛い状況だが力になれるかも。たくさんの声が聞こえてきて、頭も痛いだろうな。優しく穏やかに話をするって約束するよ。オラーラみたいに優しい声か。久しぶりのことだ。本当に。分かった、ちゃんと聞く。それでいい。教えて、何に困ってる。大いなる母に呪われた忘れられし者の魂だ。その声につきまとわれているんだよ。人々を傷つけろって命令するんだ。もしも野良に戻ったらオラーラを傷つけてしまうかも。だからそうなってしまう前に死のうと思っていたんだ。その声に耳を貸さなきゃいけないのか。今も話しかけてきてる。いつも一緒なんだ。僕の面倒を見てくれている。いつもね、たまに叫ぶんだよ。狩人が襲ってきた時も石で頭を潰せって言われて従った。ブローム、無事だった。母よ、感謝します。後をつけていたの。でも弟が心配で。ダメだ、嘘だろ、ダメだ。お願い姉さん、僕じゃ守れないんだ。あなたは危害を加えないわ、ブロム。本当に彼を助けられないか。彼を助けられないか。彼は魂がお前にも刃を向けるのを恐れてる。お前の声で沈めたら。
そうよ、前にもそうしたように弟は挑発されたから傷つけただけよ。僕は傷つけたくなんかない。でもあいつらの声が囁いてくるんだ。頭の中で叫んでる。あなたを必要としている。ブロムはまだノラには帰れない。でもお前といるのは平気だ。母なる山の洞窟に身を寄せられる場所があるんだ。そのうち僕を訪ねてきて。僕が平気なうちにね。大丈夫よブロム、私もいる。どうもありがとう。あとは任せて。母の永遠の記憶と共に歩み、忘れられし者が邪魔せぬよう。これ、あ、サイドか。これさ、多分選択違うのしてたらやっつけてんじゃないか。戦闘になってそうな感じがするよね。あー、さっきのメインじゃないんだ。門前の使者。あー、そういうことね。サイドとかちょこちょこしとかないと、そもそもきついですよみたいなね。で、そういうのがあるわけか。チュートリアルね。まあ、レベル12だよね。全然足りないんだよね。んじゃ、とりあえず、まあまあまあ、一つサブクエ終わったんで、5話をここで一旦止めようか。結構話まだまだ長いしね。で、次回これだね、メインをちょっとやってみようかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。